三条マリコは東京都出身ニューヨーク在住の振り付け、演出、モダンダンサー。3歳で大野博士に入門、1952年に独立。1962年、アルビン・エイリーに招待されて渡米。1964年までエイリー及びドナルド・マッケール両舞踊団のソリストとしての講演活動。その間、マーサ・グラハム、ホセリモン、 ルイ・ホーストに指示。1966年、フルブライト奨学金を得て、サイトベー。以来、活動と生活の本拠をニューヨークに置き、日本での講演活動と指導も多数行う。独自の指導法で多くの人々と交流し、その活動は2004年まで続く。この間、音楽、バレエ批評家協会賞、文部省芸術祭奨励賞。 ニューヨークステートキャップスアワード振付賞を受ける。また、1976年より1979年までアーチスト・イン・レジデンスとしてニューヨーク私立大学の振付に席を置く。1980年国際タンツ・アカデミーの招兵によりドイツ・ケルンにて国際振付コンクールの審査及びセミナーと講演を行う。代表作としてニューヨーク初演のドグー・ジョモン。 及び、ボイスのシリーズなどがある。ニューヨーク、東京は主に、ケルン、サンフランシスコ、ソウル、テルアビブ、エルサレム、名古屋、大阪などで上演された。2002年8月、イカルスのようにを観光。ダンス芸術三条、マリコ著、生きるとは、ダンスをするとは、三条マリコが出会った世界的なアーティストたちとの交友。 それと同時に彼女自らの体の奥深い声に絶えず耳を澄ませてきた。眠りの完備さ、目覚めのどこからとも知れぬ声。アートはそれほどに日常的であると同時に、それを超える、超えようとするものでもある。数十年にわたって踊り続けてきた彼女の体の中に響き渡る、この音を聞いてほしい。2002年8月偶然か必然か。 様々な出会いを重ねながら歩んだモダンダンサーの半世紀。その目に映ったアメリカと日本の姿とは、究極の体の動きを求めて模索し続けた50年。試行錯誤の果てに得た独自の身体論など、多くの視察に満ちた刺激的な姿勢。三条、マリコの今の言葉、私、とは、どのようにありたいか、考え続け、動き続けて、 ついに80年余りも経った。戻れないところに飛んでしまう怖さを体が感じたくて作り踊り続けてきた。今、目の前に迫った白道を失踪するか、ゆらゆらするか、踊りながらか、試案中。2018年1月、ありがとうございます。